はい、それではニューラルクオリティエスティメーションオブグラマティカルエラーコレクションという題名の文献を紹介させていただきます。概要です。この論文では文法誤り訂正システムが出力する訂正文に対して品質評価を行うモデルを提案しています。でこの得られた品質スコアを誤り訂正モデルの組成として加えることで訂正性能が向上してステルトオブジアートを達成したという貢献です。この論文では品質評価を行うんですけど、誤り訂正システムの出力である訂正が間違えてしまうと、それを利用している学習者の言語習得に悪影響を与えてしまうという問題があります。そこで訂正文の品質評価も表示一緒に表示させてあげることで、利用者が訂正結果を選択したり、あと訂正を無視したり、あと訂正を見て文を書き換えたりすることができるのではないかと思います。で機械翻訳のタスクではすでに翻訳文の品質評価を行うような研究が盛んに行われています。でそこで曖昧訂正の分野でもその知見を生かして曖昧訂正に訂正してあげようというモチベーションです。で曖昧訂正システムの訂正文に対する品質評価を行う概略図を示します。ここでは2つのモデルを主に軸に使っています。1つがプレディクターモデルです。でこのモデルはラーナーセンテンス、学習者の作文と、それに対応する添削文である、ターゲットセンテンスの対訳コーパスを入力します。でここでそのターゲットセンテンスになっている、添削文のある一つの単語を、欠落させて入力します。で出力ではその欠落させた単語を、予測するような、出力になって、そのある単語を予測するような学習をします。でその時に出力単語の一つ前の状態のその単語を表すようなベクトルが得られるんですが、それをクオリティベクトルと呼ぶことにします。でこのプレディクターモデルはそのクオリティベクトルを学習、利用獲得するために学習を行います。でここまでを事前学習しておきます。で下のエスティメーターモデルでは左の曖昧訂正システムが出力するアウトプットを入力するんですが、その出力文の後に、さっきの獲得したクオリティベクトルに、アウトプットを変換してあげて、そのクオリティベクトルをエスティメーターモデルに入力します。でそしてその分のクオリティスコア、品質スコアっていうのを出力してあげるようなモデルです。でプレディクターモデルの詳細です。こちらにモデルの図を示しています。でソースセンテンスとターゲットセンテンスというのが入力になっているんですけど、この真ん中の TJ という一つの単語を欠落させておいて、それ以外の単語を入力として、このソースとターゲットをここで結合してあげて、ここでベクトルを生成して、そのソフトマックスをかけて予測単語を出力しています。でその予測単語として得られた単語と、正解の TJ の単語の差をロスとして学習してあげています。で、この出力単語で得られる前のベクトルをクオリティベクトルとします。エスティメーターモデルの図がこちらになります。で入力が先ほど得られたクオリティベクトルになっていて、出力がクオリティスコアです。でここのクオリティベクトルというのは、前に学習しておいたベクトルを再利用します。でクオリティスコアを出すんですけど、ここの正解スコアとして、2つあって HTER っていうスコアと M2 スコアっていうスコアを正解のスコアとしています。で HTER っていうのがこのスコアなんですけど、本来の、その
訂正前から訂正後にするための編集操作、まあ、削除だったり挿入だったりあと置換っていうような、編集の回数の、正解の編集の回数とあと実際にモデルが訂正した時の編集の回数の割合が HTER スコアです。M2 スコアっていうのはここまで、これまで分配誤り訂正タスクで使われてきたスコアを使用します。はい、で品質評価の実験設定です。品質スコアを出すのに誤り訂正が行った訂正文というのが必要なんですけど、それを出すための誤り訂正モデルを、既存すでに提案されている、こちらのモデルを使用します。で訓練データセットはこちらに書いてある通りです。でベースラインとして2つあるんですけど、アベレージっていうのが訓練データ中でのスコアの平均を全てのテストデータでスコアとしたものです。で QS とっていうのが、これも既存の、評価尺度なんですけど、17項目の組成から計算したスコアで、これまでの機械翻訳タスクでの、品質スコアの評価のベースラインとして使われてきたものです。で結果です。こちらが、HTER スコアを正解データとした時の、クオリティスコアの評価です。で、3列あるんですけど、テストセット2つとあと開発セットでの評価で、PCC って書いてあるのがピアソン相関係数で高いほどいい、で RMSE って書いてあるのが平均平方事情誤差なので小さい方がいいということになっています。で提案手法なんですけど、2つのベースラインよりもどれも高いスコアを出していて、一番下の NQE オール、これが、その提案している4つの、モデルの、出力の品質スコアを平均したものを採用したもので、そのスコアが一番高くなっていて、で右の図を見るとこれが、緑色になっているのが優位差があるところなんですけど、NQE オールっていうのが、まあ、どちらにおいても優位差があるという結果になっています。でもう一つ M2 スコアを、正解スコアとした時の評価です。でこちらも NQE オールっていうのが、高いスコアを出していることが分かります。で先ほど得られたクオリティスコアっていうのを、誤り訂正の、モデルの組成として加えた時の、結果がこちら で上の3つが、既存の誤り訂正モデルのステートオブジアートと言われるスコアです。でそれに対して、これですね、ベース GEC っていうのが、これまで提案されてきたモデルをこの論文で再実装した時の評価で、それに対して M2 スコアを品質スコアの正解データとして訓練したスコアを組成に追加した時のスコアで、さらにスペルチェッカーっていうのを加えてあげて 56.52 っていうスコアが出ていて、まあ、こちらがステートオブジャートを達成していることが分かります。はい、で出力例です。一番上が、誤りを含む文の、それ各単語のスコアを表していて、で4っていうのが間違えているんですけど、この4が、品質スコアが低いように表されています。それに対して、こちらが出力文、明日が出力文なんですけど、2個目の文は、誤りが訂正されているので、まあ、スコアが高くなっていると。で3つ目の文は、文としては合ってるんですけど、to the の the が、ソース文に、現れていないので、
まあ、不適切ソースに忠実している出力ではないということで低いスコアが出ています。最後の文なんですけど、こちらも正しい文なんですけど、リファレンスではない文を出力しているんですが、まあ、合っているので高いスコアを出していることが分かります。で、リファレンスにはない文なので、本来なら低いスコアを出したいところなんですが、まあ、高いスコアをちゃんと出せているので、リファレンスに限らず、まあ、可能な訂正考慮できている必須スコアだということができると思います。はい、まとめです。曖昧訂正システムの訂正文を品質評価するために、2つのモデル、プレディクターモデルとエスティメーターモデルを提案しました。出力された品質スコアと演出スコアとの比較では、まあ、ベースラインより高い、結果を示しました。で、品質スコアを訂正モデルの補正として加えることでステートオブジェアートの性能を示しました。以上で発表を終わります。